どなたが出場するかまだ言わなくてもいいですね。そうもうね、出場選手が並んでるんですよね。ちょっとまだ緊張してらっしゃいますか。緊張してる。やっぱりね、一番手は多分緊張すると思います。そうですよね、はい、そうですよね、はい、ここパッと見ましても、この持久席から見ても 150m って数えちゃう、すごい長い。かなりありますよ。 150m 往復ですから 300m ありますからね、はい、すごい。もうちょうどイメージとしては、今あの人が横断してもっと先か、ね、赤信号の手前ぐらいですか、はい、までそれを往復してくるということですので、こちらがね、すごい体力が必要になるかと思いますけれども、頑張っていただきたいと思います。では第1レース、出場選手を紹介します。第1レース、1コース、ニューオータニイン横浜レストランザ・シー、高井翔平選手。鈴木さんいらっしゃいますか。第2コース、重慶飯店本店、松本孝和選手、はい、そして第3コースは横浜ロイヤルパークホテル、新沼翼選手。すごいですね、応援がねかかりました。はい、だってあんな、年々思うんですけど、だんだんあの年々のポスターじゃなくて、の何ですか、振る旗とかいろいろだんだんね、もうみんな準備が整ってきてますよね。本当ですね。まあ、これあの今回のレース、タイムトライアルですから、本当に慎重に、走っていただきたいということと、はい、まあ、負けても敗者復活戦がありますけどね。そうなんですよ。ゴールまでたどり着くということが重要ですよね。はい、あのボトルを割ると失格になってしまいますから、ボトルを割らないように、それだけちょっと注意して、走っていただきたいと思います。速さプラス華麗にということですね。さあ、間もなく第一レースいきますね。はい、では皆様、白線より歩道側のでご観戦中の皆様、白線の後ろの方に下がってください。選手たちがその道路というんでしょうかね、道をバッと走り抜けますので、危険ですので、今一歩、歩道側の方に一歩お下がりいただいて、レースをご観戦ください。さあ、それでは野部さん、お願いいたします。第一レースのスタートとなります。はい、スタートいたしました。あれ、あれ、